5番です。ある自然数 A から始まる連続する3つの自然数の和を P 括弧 A と表すことにする、えーまあ。今回みたいに5、6、7とかっていうのが連続する3つの自然数ですね。自然数ですからマイナスはありません。えー、とすると、まあ、仮に P 括弧 A というのは最初の数が例えば N だとすると次は N プラス1。 n プラス2という感じになっていますえ。これ全部合わせると、えー、よいしょ。全部足してあげたら、3n プラスの3。まあ3でくくれるから、三角を n プラス1というふうに表すことができます。で、こいつをですね、条件に、えー、これルートにつけると、自然数になると、いうことですから、 三括弧 n プラス1っていうのをルートにすると、まあ何かの数の2乗になって、その数が出てくるとえ。こういう関係になっているということですね。で、自然数になるっていうのは、1はルート1だし、2はルートの4、3はルートの9、4はルートの16、5はルートの25、 6はルートの36、7はルートの49、8はルートの64というふうにしていくと、まず50を超えたので、この8はないですね、えー。そして、ここ見てください。必ず3の倍数になるわけですから、3で割れないやつは排除していきます。えそうすると、この2つしかないですね。 ルート9になるか、ルート36になるかのどちらかしかないと。えー、そうすると、3括弧 N プラス1が、まずは9になるためには、えー、N がいくつだったらいいかというのを考えたら、2ですね。もう一つは、えー、36ですね。ルートの中身が36になるためには、N プラス1は12。 n は十一となります。従いまして答えは二と十一というふうになりました。